フリーデリント・ワーグナーは、ドイツの作曲家、ジーク・フリート・ワーグナーと妻、ビニ・フレート・ワーグナーの娘で、リヒャルト・ワーグナーの孫娘。バイロイト出身。若い頃より、他の家族と共に、バイロイト音楽祭に関わり、1936年から芸術監督のハインツ・ティーティエンのアシスタントを務めた。しかし家族ぐるみの付き合いのアドルフ・ヒトラーと、その第三帝国には、 批判的で、1939年、スイスを経由して、イギリスに亡命した。イギリスでは新聞にハンナチスのコラムを執筆した。1941年、アルトゥーロ・トスカニーニの助けで、アメリカ合衆国に渡り、ハンナチスのラジオ放送に関わるようになった。1944年、回想録、炎の遺産を執筆。翌年、 バイロイトの夜というタイトルでドイツ語訳がスイスで出版された。また、イギリスでも1948年にバイロイトのロイヤルファミリーのタイトルで出版された。1953年に西ドイツに戻り、バイロイト音楽祭の期間に音楽を学ぶ学生のためにマスタークラスを開いた。1960年、ライプツヒカ劇場のオープニングに主品として出席。 1967年、ビーレフェルトで、ローエン・グリンを上演した。1975年、国際ジークフリート・アーグラー協会を設立し、会長となった。1976年、ピエール・ブーレイズとパトリス・シェローが制作した、ニーベルングの指輪のドキュメンタリー映画を制作した。教え子に、アメリカの指揮者、マイケル・ティルソン・トーマスがいる。ありがとうございます。